あとまあ、ブスだもん。特にまあ、もうちょい考えた方がいい。自分が一番タックル楽しませようっていう感じがマジでしないと、ついつい思うけど、まあ、TikTok がなかったら売りたかった自分がいるわけじゃん。なんで売るのを一回やめてほしいから。あとは痩せることかな。準備しないよ、準備がないと。どうなんすかね。前の基準だったら余裕でいけてるんですけど、今のなんかちょっと前に変わった基準だとちょっと物足りない感じなんで。現状あとは売り上げを上げれば今月そうですね、なるとは思います。わかりました、ありがとうございます、はい。きついなって思ったんですけど、でまあ、ついでできないようだったら、一緒に会ってもかなって思うんで、言われたこと、やるのが、やっぱ、コントストラーかなって、僕は思うんで。ゆるなさんって、学んで副主任の基準満たせるかどうかぐらいまで成長できてるのかなって。それは、真央さんが、まあ、TikTok のとかやろうって誘ってくれて、まあ、きっかけはそれで、でそこで売り上げも本数も伸びて、まあ、個人のアカウントだとか配信だとか頑張ろうみたいな考えが変わって今になれてるんじゃないかなって思います。黒田さん、ハオさんチームですけど、はい、まあ、ハオさんからのなんか教えによるものもあったりするんですか？結構ありますね。話とか聞いてくれる人なんですか？いや、うるせえデブって言います。うるせえブスって言った後に急に真剣な顔で語り始めます。あの人はよくいじられてますよ。仲いいなって思うんですけど、仲良くしてもらってあげてるっす。正直ハオさんもいじってるつもりが実はいじらされてるって。いじらされてるっすよ、あの人は。マリオネットってことですか？そうです。絶対ダメ。まあでも俺のハオさんが好きなことがコンプスとかでもめっちゃ言ってくるんですけど、他の人に言わないんですよ。お前にだけしか言えないみたいな。お前ら、浦原のこといじんだよ。いじっていいのは俺だけだから。ってめっちゃガチで言ってて、うん、好きと思って。まあ、それ可愛いっす。なんで回すねん。なんでどないの。なんか聞いたんですよ、浦原さんが。浦原さんが、浦原をいじる、いじっていいか俺だけだ。結構前でそれ言った、中例でなんか。でもちゃんと浦原さんが相談するときは、そりゃそうや、好きだからな。いじめっ子好きだからさ、好きな子いじめたい。わかるし、人によって帰ってくる。どうですか、調子は。あれ基準の、あ、確定でいけるかって言われたら、いけるとは言えないですけど、でも、効果してないかなと思ってるんで、ちょうどよかった。そのぐらいの基準にしました。はい、はい、早く主任になって、パパッと、待っててください。お父さんが疲れていましたね。したいやつで、追いついてください。でも来年ワンチャンつけるんじゃない？って思うけどね。来年支配人じゃない？目標的には今年中に主任だって支配人基準近づいて、来年支配人目指して来年主任になって、そう支配人を目指せると思うし、いけんじゃない？主任からするなら自分の金庫を上げないって。そう、徐々に持たせ始めはする。だから要はその副主任主任になるときって、自分の売上げ上げるのもそうなんだけど、その自分の売上げを支えてくれてる女の子たちに自分がどうしてきたかだったりとかを言語化できないといけないんだよね。だからそれも今のうちにやっとかないと。副主任看護師様でって俺結構数字だけで上げたりとかするんだけど、副主任主任からって内容も見たいから、
カを育てる立場になってくるから言語ができないと本当に厳しいから、いい感じでとか言ってたらダメだから、はい、俺よく使うけど本当に言語化もしないといけないかな、頼みます。はい、よし、お疲れ様です。あ、どこまで今日そう違いますけど、全然夏です。なんで今日この服装にしたんですか。夏だからです。しかも珍しいですね、短パンって。中学の体操服以来です。涼しいわ。ミオさんがいつも履いてる理由分かった。ミオさん意識しました。さっきちょっと軽くウルハさんに話聞いてきたんですけど、復讐に行けそうですかみたいな、慣れたりしてないのかなって聞いたら、ハードル上がってもちゃんとそれを基準を満たして復讐にやりますっていう感じでした。クソ理不尽みたいなことを言うけど、それで慣れるようなやつそこ止まりじゃない。どうせもっと上目指すんでしょ、もっと行くんでしょ。それがね、めちゃくちゃ上げたとかじゃなければね、いけるんじゃないって思う金額で提示しました。俺いつも目標とか課題を与えるときにしんどい思いするぐらいじゃないと達成できないような目標を与えるようにしてるんですよ、うん、誰に対してもなんですけど、それを乗り越えたりとか、まあぶっちゃけクソ理不尽じゃないですか、急に言うこと変わって。それは俺も分かってて言ってるんですけど、じゃないとそれ達成できないとホストやっていけなくないって思う。俺は多分お昼のお仕事だったりとかでそれしたら大ブーイングとか来るかもしれないけれども、やっぱ再現がないこの世界だから俺は目指してほしいかな。久しぶりの副主任じゃないですか。結構そうやね。もし浦和さんが副主任になったら、うん、やっとかって感じがします。嬉しいよ。嬉しい。嬉しいとやっとかですね。うん、ちょっと楽しみですね、浦和さんが副主任になる。もし復讐になったら来月が昇格祭でしたっけ。そう、はい、ありがとうございます。助けてもらってるっていう、まあ、ヘルプで売り上げ上がるとかいうこともあるじゃないですか。だから全部担当とヘルプありき の物語だと思うんで、そこの最終的なストーリーがあのラストになってくるんで、ジャンルの一番いいところって仲いいところだから、やっぱみんなで回りながらっていうところもあるんで、マオさんのハオさんが歌ってる時もあるし、3人で歌ったりすることもあるっていう。仲いいっすね。なおも仲いいっすよ。しかもハオさん歌うまいんですか。やっぱあのハオさんの声聞きたいっていう人多いんじゃないですか。そんぐらいうまい。いい締めくくりになったんじゃないですか、これ。366日でした。ただ気をつけるってちゃんと思って接するのと、ただ接すると絶対違うから、特にウルファはもうちょい考えた方がいい。だから拓郎も話さなすぎるな、正直ちょっと。なんか自分が一番タックで楽しませようっていう感じがマジでしないヘルプスイスって思うけど、思われてて、そこをできてないチーム自分の負けじゃん。なんかプロはタックで楽しそうじゃないもん、全然。もうヘルプの方が楽しそうだもん、マジな話。だからそこをなくしてって言ってる。多分ヘルプ任せが強いと思う。その別にヘルプコントロールに関しては別にさ、まあした方がいいと思うけど、任せっきりに関しては多分やめた方がいいと思う。ヘルプの人によって変わっちゃう。誰がついてるかによって前に出るとか、あ、なんかそれに関しては基本的に誰がついても会話の主義を自分で握んなきゃいけないって正直な。例えばそれが真央さんの、それが女の子が不安に感じる要因やと思う。どっちかって言ったら女の子の表情もちゃんと見た方がいいし、クイック一本雑にしない方がいいと思う。でもそれが本数伸びきらない理由だと正直思うから。あとは痩せることかな。デブ嫌いなんだよね。なんかホストクラブにデブいらないと思ってて、ウルハ君がこれでいい、まあ可愛いから、いや、ウルハ君は別に痩せなくていいよみたいなみたいに対してさ、自分真に向けてさ、結構前ね、来てたじゃん、マジリアルな話。ウルハのキャラも絶対あると思うけど、万人向けするのではないじゃん。ちゃんとかっこいいのを追求してほしいから。あとお前ブスだもん。いや、ホストだしね、マジな話。それめっちゃブスやで、普通に一般的に見ても。でウルハ君可愛いって思って、じゃあ来てくれる子は何人かいるかもしれんけど、それって秋が絶対来るし、タイミングで絶対的に新規絶対来なくなるから、本当にかっこいい姿を追求した方がどっちかって言ったら、アドバイスできるかも。そっち系なんだよ、君に関しては。今はキャラ売りできてたかもしれんけど、 TikTok がなかったら売りたかった自分がいるわけじゃん。そうそう。でもその中でもさ、別に新規は別に多くない。キャラで売るのに
とやってほしいから、多分ちゃんとやれば絶対売れるから、本当に多分苦しんできた時期が一番長いと思うから、多分そこできたらマジでいけると思うから、まあ俺のライバルになってくれてほしいですね。ちゃんと勝負できるぐらいを持ってきてほしいですね。多分できる一番近いのはお前と思うね、今時点で。頑張っていこう、一緒に。やらせ感すごない、ね、すごい、めちゃ臭いめちゃ臭い、まあ、そういうことです。本当にお前にかかってるじゃんではガチで、はい、そういうことここまで乗せてください。ハワさんからウルハさんの卓での様子とか見た目について言われましたけど、あ、まあ卓の感じとかで言ったら自分でもずっとそう思ってるし、自分が中心じゃないっていうか、それこそヘルプに気使っちゃってることの方が多かったんで、ヘルプが入れるようにみたいな感じでついてる人のこととか考えながらうまく盛り上げる方で考えてたから、カオさんが言ってるように全力で自分をもっと前に出していこうかなって思いました。カオさんもさっき言ったように、まあ、ウルハさんがこう競い合える人になってもらうことに多分期待してると思うんですよ。その期待を受けて何か思うことってあるんですか？何言われても響かなかったけど、カオさんにまずは悔しい思いをさせたいですね。それを絶対ちょっと実現できるようにカオさんの助言とか聞きながらもできます。